10月2日に渋谷で行われた中国の尖閣諸島侵略球団全国国民統一行動2010年尖閣諸島抗議デモとは尖閣諸島中国漁船衝突事件に橋を発し日本や中華人民共和国中華民国で行われた一連の抗議活動である尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件をめぐり日本においては 中国政府への抗議や日本政府の対応や態度について東京や沖縄をはじめとする各地でデモ活動が行われている。一方、中国においても反日デモや日本の反中デモに対抗するデモが四川省や河南省など各地で発生しデモ隊が暴徒化して日系企業の店舗や日本車を壊すなど警察当局も抑えきれない規模に膨れ上がる場面も あったが、回数を減るごとに武装警官を投入するなどの対策を講じ収束した。また、一部のデモでは反日を口実として、中国政府の内政に対する批判が行われ、日本のメディアに注目された。10月2日に行われた、デモ更新デモ更新で掲げられた、プラカードデモ更新で掲げられた、横断幕10月16日に行われた中国。 大使館包囲尖閣侵略球団。緊急国民行動、尖閣諸島と秋葉原をしなら守れ。デモ行進。中国のアジア侵略、人権弾圧を阻止する抗議デモ在日特権を許さない市民の会による、デモ行進2010年10月2日には、16、道府県で抗議活動が行われた。特に、田も敏夫が会長を務める、 頑張れ日本。全国行動委員会を筆頭に、総合全国地方議員の会、日本李党機友の会、日本ウイグル協会が共催した東京、渋谷でのデモ行進は大規模であり、参加者は主催者発表で、約2700人。デモ行進前に、代々木公園で行われた集会では、田上俊夫、湯原正隆、イリハムマハムティ、 山田博士、土屋高行らが演説を行い、その後デモ隊は渋谷駅、表参道駅、原宿駅を経て再び、代々木公園まで行進した。10月3日には沖縄でも尖閣諸島を守ろう実行委員会が主催したデモが行われ、主催者発表で1500人が参加したとされている。10月16日には東京都六本木会祝いで、 頑張れ日本。全国行動委員会を中心として、東京における尖閣デモの第二弾となる抗議集会とデモ行進を行い、警察発表では約2800人、香港分解法発表では約5800人が参加し、混乱はなかったという。一方で、デモに対抗する在日中国人と、おぼしき二人の若者が、 排外主義など書かれたプラカードを持ち、帝国主義的傍聴主義であると叫びながら、デモ行進の阻止を試み、警察官に排除される場面もあった。デモ行進終了後、希望者のみ中国大使館へ、抗議行動へ向かい、全員が抗議を終えるまでに、約2時間を要した。同日には、技能安市でも、中国の領海審判から、 尖閣諸島海域を守る沖縄県民の集いが行われ約700人が参加した。10月22日には大阪で尖閣諸島を守ろう関西実行委員会が主催した抗議集会が行われ主催者発表によると約1000人が御堂筋をデモ行使にした。これらの対中抗議デモを受け中国外務省は 日本国内の中国の大使館や総領事館の安全確保を求める談話を発表した。10月23日には、香川県高松市で、頑張れ日本。全国行動委員会、香川県本部が主催した抗議集会が行われ、地方都市としては異例の多さである約300人がデモに参加した。10月31日には、同月2日に続いて再び名古屋で、 抗議活動が行われ、約650人がデモ行進をした。尖閣諸島中国漁船衝突映像流出事件の直後の11月6日には、頑張れ日本。全国行動委員会を中心として、東京の日比あやがい音楽堂で、自由と人権アジア連帯集会を開催し、田上敏夫、小池由里子、山田博士、西村慎吾、ペマギャルポラが、 中国の拡張主義と人権弾圧や与党民主党の外交政策を非難する演説を行った。集会の直後には4500人が日比谷、銀座、有楽町界隈でデモ行進を行った。これは同団体による東京における尖閣抗議集会とデモの第3弾となり参加者には今までデモに参加したことのない多くの学生、主婦、 家族連れも含まれていた。12月1日には国会議事堂や民主党本部前で12月18日には渋谷原宿界隈で頑張れ日本。全国行動委員会が主に尖閣諸島問題を球弾した民主党内閣だとデモを行い合わせて約5700人以上がデモ行進を行った。また12月1日に行われた集会では 平沼武雄や山谷エリコなどの国会議員や多くの地方議員が12月18日には12月10日に尖閣諸島に上陸した仲間人志石垣市議が登壇し尖閣諸島問題における民主党政権の対応を非難した。抗議活動が発生し始めて間もない頃は国内の報道機関による扱いが皆無に近く。 日本国外の報道機関による取材や報道が多いといった状況が見られたが、回数を減るごとに、国内の報道機関による報道も参見されるようになった。主催者側の事前通達に基づいて、翌29日にオールストリートジャーナルが、デモ予定に触れた報道を行い、同記事を連合ニュース、韓国語版と、日本経済新聞英字版がそれぞれ配信し、 10月1日には、BBC 中国語版もデモ予定に触れた。デモ開催後には、ロイター、ウォールストリートジャーナル、CNN、フランス通信社等の大手国際メディアをはじめ、中国、韓国、台湾、タイ、ベトナム、インドネシア、シンガポール等のアジア諸国、その他オーストラリア、チェコ、ブラジル、イラン、クエイト、カナダ等の世界各国で、 報道や配信が行われた。一方、日本国内では、チャンネル桜の CS 放送や同チャンネルの YouTube、公式サイトがデモの様子についての報道を行った。ものの、NHK や関東キー局、六大市を含めた大手マスコミの取材や報道は、一切行われなかった。これについて、J キャストやサーチナ等の新興ネットメディア等が、 日本国内の大手メディアによる報道の少なさに対する不自然さを指摘したが国内大手マスコミは放送していないものについては回答はできませんニュース項目の判断基準はお答えしていません等と回答を避けたなお2010年10月16日の六本木におけるデモ及び中国大使館前抗議活動の報道は シンガポールや香港を含む中華系メディアが14日に事前報道を開始。15日には台湾メディアもこれに続いた。日本では産経新聞や時事通信、NHK なども報じている。2010年11月6日の日比谷、銀座、有楽町におけるデモについては産経新聞が翌7日付長官の一面で取り上げ。 NHK も6日の夕方のニュースで放送するなど、これまでのデモよりも大きく報道された。イランのプレス TV は主催者にインタビューを行うなど、抗議デモを詳細に報じている。日本国旗、極日旗、チベット旗、ベトナム国旗と黄色旗、東トルキスタン旗、満州国国旗、オリンピックシンボルの五輪を手上でかたどった旗。 生徒の伊東洋華堂前で行われたデモ更新制案で、デモ隊にひっくり返された乗用車衝突事件以後、散発的に抗議活動が行われている。デモ参加者には、高卓民前総書記による徹底した愛国教育によって、反日感情を植え付けられている1980年代、1990年代生まれの若者が多いこと、中国政府によって、 社会問題に対する不満の吐け口が反日に向かうように統制されていることが指摘されている。10月16日、中国の少なくとも3つの都市で数万人規模のデモが発生し、新華社の報道によれば、河南省邸州市、先制省西安市、石膏省広州市でもデモがあったという。四川省成都市で数千人規模の反日デモが起こり、現地の 伊東洋華道や伊勢丹の窓ガラス、ショーケース、シャッターがデモ隊に破壊される事態が起こった。先制諸西安市では7000人以上のデモ隊が集結して日本国国旗を燃やし、水野の直営店や日本料理店のガラスが割られた。デモでは沖縄を改修、解放せよ、打倒小日本などと書かれた横断幕が掲げられた。同日、中国のインターネット上では 在東京中国大使館への抗議活動への対抗デモの呼びかけが相次いでいた。10月17日、四川省メニオ市では1万人以上のデモが暴徒化して日本料理店や日系家電店などを襲い日本車を破壊した。産経新聞によれば、警察は付近の交通整理を行ったが、デモの選手は行わなかったという。10月18日、 湖北省武漢市では約2000人のデモが発生した。警察はデモは容認しつつ暴徒化は阻止した。10月23日には四川省、徳陽市において約1000人規模の反日デモがあり、日本製品の不買を呼びかけるなどし、一部では日本車を壊す参加者も存在した。このデモを取材していた日本のメディアを含む外国人記者数名が、 安全確保のため、中国公安によって一時拘束され、市外へ強制退去させられた。10月24日には、甘粛省蘭州市及び、先制省法圭市で、それぞれ数百人から千人規模の反日デモが発生した。蘭州市でのデモ更新は100人ほどで広場を出発し、野獣馬なども含めて数百人に増加つつあったが、数キロ更新したところで、 武装警察部隊が投入され、警察官の説得で一旦は解散したものの、再び広場でデモが発生した。法刑史でのデモでは、参加者からは反日のみならず、官僚腐敗や住宅価格高騰など、中国政府を批判する横断幕も掲げられたほか、中国共産党による一党独裁を批判する多党制推進と書かれた横断幕や、中には、 バエ級歓迎といった横断幕もあったといい、反日でもという口実で政権批判を断行しているとの見方もある。なお、これらの政権批判を主張した参加者は警察に連行され、翌25日には再発を警戒した当局により、市内の大学は閉鎖、参加した一部の学生は大学から除籍処分を受けたという。また、インターネット上には、 反日デモは、半島デモに華麗に変化したといった、政権批判デモを来賛する声が、相次いでいるという。10月26日には、直轄市である、中継市で1000人規模のデモが発生した。当初このデモを企画したとされる企業の経営者ら20人、ほどが市内の朝天文広場で活動を始めたところ、 学生や野印馬なども加わり規模を拡大し、はじめはデモを阻止しようと説得に当たっていた警察も、理性的ならばという条件付きでの更新を認めた。5キロメートルほど離れた、日本総領事館に到着する頃には1000人規模に、膨らんでおり、領事館が入居する建物への侵入を試みて、警察隊ともみ合ったが阻止された。また、一部の参加者が領事館前などで、 日照機に火をつける場面もあった。そのまま更新を続け2時間ほど経過し、日系企業が出展している商業施設に到着した時点で1000人規模の武装警官が投入され収束した。なお、日本関連の施設や自動車が破壊される等の被害は確認されていない。従前より中国各地で続く一連の反日デモとしては、 直轄市であることと日本の総領事館が置かれている地域であることともに初めてである。11月14日には、湖南省庁、佐市及び両年省担当市でインターネットにより、反日デモが呼びかけられていたが、警戒を強化していた警察により抑え込まれ、未遂に終わった。調査市では15時ごろ、集合場所とされた日系百貨店に、 デモ参加のために来たと見られる若者約10人が、早朝から警備に当たっていた警察官に連行された。また、11月16日にも石膏省甲州市や、厚生省南省市で、反日デモが呼びかけられていたが、同様に当局が警備を強化し、未然に防いだ。在米中国人による、 抗議活動2010年9月18日、ニューヨークの日本総領事館前に1000人規模の在米中国人が集まり、長魚島は中国の領土だなどと訴えるデモ活動を行った。衝突事件の発生以降、中国共産党は国内において、自国報道機関による反日デモの報道を規制していたが、10月18日に、 中国共産党中央宣伝部として以下の5項目からなる通達を出した。反日デモの独自報道は禁止、国営通信新華社の記事に限定日本の右翼勢力については中国外務省の見解に、基づき報道国内の反日デモ、日本の反中デモは一面など目立つ場所に掲載しない、日本関連の突発事件は、 メディア各社の幹部の指示を受けて処理その他の日本に関係する報道は、新華社の記事使用に限定この通達により、事実上国内の報道機関が自由に報道することができなくなった。日本国外の報道機関についても、上述の当局による拘束が発生しており、中国政府が日中関係への配慮のほか、 報道によって触発された連鎖的なデモが発生し、社会不安や政府への批判に転じることを抑える狙いもあるとされるのに加え、当局の焦りの現れといった見方もある。10月24日には、中国共産党の機関紙である人民日報が、ウェブサイト、人民もにて、理性を持って愛国の情熱を表現しなければと、抗議行動に関する、 直接的な表現を避けつつも論評を掲載した。一連のデモ参加者の主な構成要素でもある若年層が多く利用するインターネット上で言及することにより当局が抑制を狙ったとの見方もある。2010年11月15日中国のオンライン活動家の女性がツイッターで反日デモに参加した若者を風刺する投稿を RT したという理由で地元警察に拘束され1年間の強制労働書域を言い渡された。アムネスティ・インターナショナルのアジア太平洋地域ディレクターであるサムザ・リフィは明らかに風刺とわかる意見を繰り返したことで誰かを裁判もなしに強制労働所に1年間送っていることから中国がオンラインでの表現をどれだけ抑圧しているのかがわかると述べた。 また、たった一件のツイートで、政治犯となった初めての中国国民かもしれないとのこと。反日デモが起きた地域は、北京市、上海市、甲州市といった大都市から内陸部にあることが特徴。この反日デモの背景には、都会との経済格差と学生の就職難があり、表向きでは政府に対抗できないので反日デモに、 参加してていいいるるのではないかと言われている中国と同じく尖閣諸島に対する領有権を主張している中華民国政府が支配する台湾においても抗議デモが発生している中華世界において尖閣諸島は中国固有の領土と主張するホズリ運動活動家によって台北市にある事実上の台湾における日本の領事館である 大団法人交流協会に対する抗議デモが9月14日に行われた。その前日の9月13日には、活動家が抗議船を派遣し、尖閣諸島海域の日本側 EEZ 内まで侵入している。そのうち抗議船は中華民国行政院、海岸巡防署が巡防船12隻を派遣し保護したが、この時には、 海上保安庁の幹線と双方が対峙した上に、台湾側の管理が、日本側に対して、尖閣諸島は、台湾領であるとする、領土声明を発表した。また、台湾当局は、この抗議戦を、民間の自発的行動と称賛しており、事実上も確認している。ありがとうございます。